はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画でーす。今回は、サントリーの、トリスハイボール、ヨカゼのトニックですね。チューハイです。あ、これハイボール。まあ、チューハイですね。チューハイみたいなもんです。アルコール度数9、間違えた。6%。果汁が 0.2%。ほろ甘で、ほろ苦い。原材料がウイスキーとオレンジスピリッツとオレンジと糖類と酸味料と香料と炭酸ガスとなっております。まあトニックを使ってるのかな？トニックウォーター使ってるのかな？ハイボールでね。ちょっとわかんないですけど。まあどんな味なのか。ちょっとハイボールにトニックを使ったのか。うん、それでは乾杯。ああ、ハイボールにウイスキーのトニックウォーター割りみたいな感じかな。うん、ウイスキーをトニックウォーターで割ったみたいな感じですね。トリスハイボールと。トリスハイボール缶に新たなフレーバーが登場。7月の24日から全国のローソン、ナチュラルローソンで、数量限定発売。すっきりキレのあるトリスウイスキーにトニックのほろ苦さで、ほろ苦い、じゃあ、ほろ甘さでほろ苦い風味を加え、爽やかな飲み口に仕上げました。まあね、ああ、はい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 。まあ、トリスハイボールをトニックウォーターで割ったみたいな感じですね。本当に。トニックウォーター自体飲んだことない人が結構いて、まあ、俺ニコ生やってるんですけど、たまに、ジントニック飲むんですけど、その時に、ね、トニックウォーターで炭酸水じゃなかったのって。トニックウォーターで炭酸水じゃないのっていうコメントが来たぐらいなんで、まあトニックウォーターっていうのは結構あんまり知られてない。まあ飲料なのかなと思いますね。うん、トニックウォーターっていうのは炭酸水じゃないんですよ。まあ酒屋とか、まあコンビニにはちょっと売ってないんですけど、まあスーパーの酒屋とか行けば大体売ってますんで。あ、皆さん、トニックウォーター飲んでみてください。美味しいですよ。柑橘系の味わいに、まあ、炭酸。で、まあ、ジンみたいな感じですね。うん。まあ、主にジントニックとして使うんですけど、まあ、普通に100円ぐらいで、500cc で、500cc で3、100円ぐらいで売ってますんで。まあ、ぜひね。まあ、トニックウォーターっていうのは何なのかっていうね。まあ大体ね、よく分かってない人が結構いるんで。トニックウォーターっていうのは炭酸水のただのあれです。甘い炭酸水に柑橘系を混ぜたような感じですね。まあトニックウォーターっていうのはね、全くアルコール含まないね。まあジュースみたいなもんですから。ファンタみたいなもんですよ。うん。まあ以前ね、俺が会社に勤めていた頃、俺がトニックウォーターを好きでね、会社に持ってって飲んでたんですけど、そのね、会社で飲んでたら、なんか、他の従業員に、上司になんかその他の従業員が、まあ、酒を飲んでると。
いうふうに、通報っていうか、されて、チクられて、で、おい、ユッキー、お前、酒飲んでんだろって言われて、はぁって。いや、これ酒じゃねえからって。これ酒じゃないですよって。アルコール度数入ってないですよって言ったんですけど。まあ、それでね、なんか、もう二度と飲むなとか言われて、はぁみたいな。マジムカつくんだけど。なんだよ、それって。まあでもこれは、ウイスキーをね、トニックウォーターで割った感じなんで、すごい美味しいですよ。うん。まあ、まあでも、そこまで、まあでも、まあトニックウォーターで割ったんで、結構甘くて美味しい。うん。まあ、ウイスキーのトニックウォーター割りって感じですかね。まあ、苦味もあり、甘さもあり。うん。まずいかうまいかって言われると、ああ、うまい。って言います。うん。うん。まあ、これは、でも割とほら、ハイボールって大体炭酸水で割るんですけど、まあ、これはあえてね、トニックウォーターで割るって。まあ、なかなかちょっと、まあ、変わり種のね、まあ、チューハイというか、ね、ハイボールというか。うん。まあ、でもそんなに合うかって言われるとそんな合わないですよね。うん。ウイスキーを割るならやっぱ普通に炭酸水で。割って飲んだ方が、まあ、ウイスキーの美味しさがやっぱ出るんで。まあ、トニックウォーターで割ってもちょっとよくわかんないですけど、やっぱ普通にジンで割るのが一番うまいですね。ジントニック。ジンで割って普通にジントニックで飲むのが一番うまいんじゃないですか。うん。まあ、それは人の好みですけど。うん、まあ、やっぱりちょっと、なんかえぐいっすね。えぐい。やっぱちょっとなんかえぐいなって。そういう感じは個人的にあります。うん、まあ、でも、ウイスキーをトニックウォーターで割るっていう、まあ、ウイスキートニックってあんまりそこまで美味しいとは思わないですよね。うん、まあ、まあ、難しいですね。トニックウォーターは美味しいんですけど。ウイスキーと混ぜて飲むっていうのは、うん。まあ、美味しいって人もいるとは思います。それは。うん。それは別にいいんですけど。まあ、個人的にはちょっと、そこまで。うん。まあ、そこまで美味しいとは思えないですね。うん。ということで、コク、甘み、
あ、ちょっと多いか。香り。うん、まあ、でもまあこんなもんかな。2443です。ご視聴ありがとうございました。